前 UFC 世界フライ級王座挑戦者で、同級7位のスティーブ・エルセグ、某州が UFC と契約した朝倉会、ジャパントップチームについてフライ級に来てどっちがタフか確かめようと対戦を呼びかけた。写真、真面目なアストロボーイことエルセグ、王者を苦しめた鉄腕アトムは朝倉との対戦も受けるという2024年5月ブラジル大会で、 王者アレッシャンドリ・パントージャと打撃では互角に渡り合ったエルセグは判定3・0ながらも2者が48・47をつける接戦で敗れ王座奪取ならず8月17日の豪州大会では現フライ級4位の回からフランスニュージーランドとの対戦を控えている米国ミドルイージーと本市の取材にエルセグは王者との戦いを 僕にとっては明らかに最後のテイクダウンの攻防がうまくいかなかった。いいタイミングで入ったけど、上組の技術が欠けていたんだ。だから今回のフランスとの試合に向けて、ブレコローマンレスリングを増やしたよと振り返る。そして、今回、雷陣にも参戦経験のあるカラフランスとの対戦については彼はアンザック、オーストラリアニュージーランドアーミーコークスのトップ選手だった。 僕がまだアマチュアの頃から長い間、尊敬してきた男だ。だからちょっと奇妙な感じだと、MMA36 戦のベテランとの戦いを表した。スタンドでは、フランスの打撃に気をつけなければならない、というエルセグだが、その打撃には、右手を出すためにする、ちょっとしたトリックがあると、秘密も分析済みのようだ。彼の射程内に入れないようにする。 もし彼の範囲内に入ったとしても、僕にはそれ以上のものがある。パンチやキック以外にも彼が心配しなければならないことがある。僕にはテイクダウンがある。そして膝、肘いろいろな攻撃に注意しなければならないと、全局面で上回るとした。エルセグは、その先も見据えている。当初、8月大会出場を目指すことを公言していた朝倉海との対戦だ。エルセグは、 その先も見据えている。当初、8月大会出場を目指すことを公言していた朝倉海との対戦だ。もしかしたら、同大会に出場するバンタムフライ級選手は、朝倉との対戦の可能性もあった中、エルセグは朝倉海が日本でバンタム級で戦っていたことは知っている。フライ級で戦うかもしれないという噂もあるなら、フライに来てどっちがタフか確かめればいい。 僕は喜んで、ノーランカーの彼を迎えよう。新しい地を見ることになりそうだ。朝倉海の UFC 参戦は本当に興味深いことだと思うよと対戦相手に名乗りを上げたのだ。朝倉にとっては、前王座挑戦者との試合で勝てば、一気に王座戦線に浮上するマッチアップと言える。エルセグは、本誌の取材に、日本では平達郎もとてもいい選手だよね。 特にグラウンドゲームが強い。彼の試合はいつも見るのが楽しみなんだ。僕は昔からプライドをすごく見ていた。だからまた日本人選手とも日本で戦いたいとも思っているんだ。観客も素晴らしいらしいしね。人生に一度くらいは体験してみたいよねと、日本人ファイターと日本大会で戦ってみたいとした。それは誰になるか。アストロボーイ、鉄腕アトム。 の異名を持つエルセグの母国外戦試合に注目だ。